足柄み、足くじき、送り襟締めの逃げその2、足絡みの防ぎ、今度は寝技の稽古に入ります。立ち技寝技を問わず、相手の出てくるのに対し安全に身を移さなければなりません。このような自由な身体の運びを変と言います。そして変じると同時に、自然相手にできた隙をすかさず突いて技を出すことを応と言います。変応は2つのものでなく、両者一体のものであります。